じゃんけんチョキ。あ、よかったね。よかったか。よかったか。あれこれ曲がってなんかあった。あ、そっか曲がるんだ。そっか普通の信号は曲がるんだ。そうここ普通の信号だからさ。はい。右折になるだろ。306だろだって。はい。どうする？このまま暗かけの通りまで行ってしまうから。いやそこまで行ったら行ったで大成功だよ。今通行止めだろうけどね。ああそうだ。怖いよな。この道306号だからあそこまで通じてるんだもんな。うん、え終点どこなの？彦根？あれどうなんだろう。306号って犬神郡に入るよ。うん。終点知らないんだよなそこ。あと365とごっちゃになってて、なんか365はだって関ヶ原だね。関ヶ原ってやん。306はあのくねくねっとしたあのそう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 、酷な道の国道、ね、暗かけ通りの、うん、高台車ぐらいまで行くかな。あー、あの辺りかもな。多分国道8号とかにぶつかるかな。あー、そういう感じか。はいはいはい、確かにね。あの道もえぐい。もう年取ってから走りたくない、うん、まあその手前の421は来たいね、あの石暮れ峠、うん、今結構あの、ね、線形の改良工事にしてて、うん、走りやすくなったっていう話だから。滋賀県側がどこまで良くなるかだよね、本当にあそこは。もう三重県側はね、うん、あそこはいいからね。滋賀県側は本当に雪やばいしね、うん、抜けた瞬間雪やばいことよくある。まあ、421行くことになったらあの発表の猶予以外です。あ、いいね。まだ雪降ってないよね。大丈夫だよね。うん、分かんないなと思う。残ってるんですよね、山は。この車、ドノーマルなんで今年もスタッドレス買えんかった。あ、そうか、スタッドレス余ってるからあげようか。余ってるの？余ってるっていうかもうね、買えなくなったね。2シーズン前に買ったんだけど、うん、去年も結局買えてなくて、はあ、私も多分買えないだろうなって。へぇ、まあ、うん、私今まあ無職だから、うん、この先わかんないけど、うん、やっぱりね、人間見てその辺微妙なんだよね。本当に年にこんな2回3回のためにタイヤ交換して金かけてってなんかアホらしくなるんだよ。だもんで、ね、タイヤチェーンに買ってあるんだけど、うん、前回はそれであかんかったもんで、もういなべがすっげえ雪降ってん去年。降ったね。バカ降ったもんでね、もう全くダメでね。マジでしんどかった。うん、温暖化ちゃったんかい。去年や今年どうなんやろうなって、ね、あの勢いで行くと本当いなべの山の方やばかったもん。ミルクロードがもう死のロードとかしとったでな。短い通の旅だったな。そうだったね。まあ、まだ分からんけどね。それに戻れたらいいけど。次の交差点また戻るパターンかあれだね。いやあ、あ、甘津に行きにくいかもね。もう。もう通はないね。ないな、この道通。うん。かって左に曲がったとしても。の方に入っちゃうね。普通に行くかどうかみたいな、そのぐらいしかさ。そっから、うん、もうワンチャンス、ツーチャンスぐらいやらないと、ツーの方には行かないね。亀山だね。おー、亀山。もう一回奈良でもいいな。結局
奈良の方向かいそうな気がするんだよな、これ。あれ、ファイトって25号、旧25号行く旅だったんじゃない？そうじゃんけんも交えつつ、じゃんけんは後からやん。後から、うん、先にそれで天理まで出てやったんやね。よし、なんかそれでよかった気がする。とりあえずここじゃんけんする、はい、最初はグー、じゃんけんか。無理せず？あ、そうだね。ハイエース、はい、あちゃ、ああ何、キャラバンの出る前に作ってたバン、はい、ああいやいや、日産がマニアックなあれですか、バブル前だよ、だから、もう昔古いやつよ、あれ、うん、サニトラとかと同じぐらいじゃない、うん、いや、今これは頑張って笑いを、うん、あ、目先の新しいことに沿わしてるだけだからね旅としてはただ振り出しに戻ってるからね、今。そうだね、しかもこの道特に見どころもないから、ただあの振り出しに戻るよ、はい、あの昔コンビニやったかなんか商店やったところね、うん、あそこの交差点までオートマティック、イットオートマティック、撮影しているのはね、はい、これクリスマス前ですけど、じゃあ今年のクリスマスはどうですか。久しぶりのイブ土曜日ですよ、うんうん、だから世の中的にはカップルの皆さんとかはね、大変盛り上がっているという、噂を聞くのか聞かないとか、はい、この今年のクリスマスですけど、はい、さあどのようなご予定でございますか。ですね、ウォッチザロックっていうアニメの最終回前特番っていうのがあるんで、それを見ます。うん。ボッチザロックハマってんだね。ハマりました。いや、ボッチザロックはね、いいって聞くんだよ。うん。ハマるだろう、やっぱり思うとは言われとって、ハマるハマる。シアさんもハマっとって。うん。いや、確かに、見た感じ、キャラクター的にもね、パッと見の、うん、いい感じだし、まあ軽音とかそこまでガッツリいってはなかったけど、うん、あでも映画いっとったしな、あなたのところを踏まえるといいのかもしれんけど、じゃんけんとく、うん、最初はグー、じゃんけんグー、多分あの問答無用で道の駅寄るわ、はい